言わなかったですっけ。全然聞いてない、はっきり言って。あ、そう、うん、すいません。で、いいリリちゃんは上手に乗ってくれたで。はい、ね、でそういうのも全部確認してくれたからね、寺西君がね。あ、うん、企画構成とかやっとんだったら、はい、ね。塗り替え道場の専属でいらしてもらっている北野空手店の稲垣です。北野です。北野さん、はい、お願いします。リリーです、おなじみの今回なんですけど、瓦屋さんでちょっと撮影許可いただきましたんで、まあ、ちょっと忙しいみたいなんですけど。そうですね。でもちょっと撮影許可いただいたんで、屋根の体験をせっかくならさせてもらえるかなと思いまして。全然大丈夫ですか。いいですよ、ちゃっちゃっとやってもらえれば。了解です。ありがとうございます。やってみたいですね。ですよね、はい、バリバリ作業着じゃないけど。そう、まあなんとかなります。それ何、それ自由、それ。あ、自由、あ、多分自由、あ、自由です。はい、じゃあちょっとそんな感じで体験していきたいと思います。はい、レッツゴ ー。はい、着きました、屋根。イエーイ、屋根。ここの瓦を変えるんですか。そうですね、この胸を変えるんですね。はい、今まではこれが木だったんだけど、はい、それだとやっぱり腐ってきたりいろいろしちゃうん で、はい、でこれは樹脂のものに変えて。これ樹脂なんですか。そうです。普通は釘が刺さってると、はい、その木が腐ってきちゃうんだけど、はい、これは水が入っても腐ることないので。あ、今はもう木じゃないんですね。木を使ったりもするけど、こういった工事の時はもう樹脂に取り替えてます。はい、で今回はこの南蛮樹脂って言って、はいはいはい、黒いその代わりになるものを使います。はい、へえ。これが南蛮軸っていうもんで、はい、まあ、こうやって、こうやって塗ってくる。早い早い、ちょっと早い。漆喰って白じゃないですね。白もありますよ。これは南蛮軸って言って、はい、まあ、この黒いやつは、なんだろう、はい、特殊なシリコンとか、はいはい、防水剤か、はい、そういうやつが混ざって練って作ったやつ。あ、そうなんですか。そう、水の浸透がじゃあ普通の漆喰よりあんまり入っていかないってことですか。そうで、一体化されとるもんで、もうなかなか剥がれてくることもない。へえ。こうやってもうお好み焼き焼くみたいに、はい、これそう。これを寺西君に、はい、さっき体験って言ってましたもんね。はい、体験してもらおうかな。僕は漆喰ちなみにやってたんで、前の職場でやってたんですね。めちゃめちゃ自信あるっすね。もう北野さんに勝っちゃうっすね。お今回ね、ちょっと手の調子が悪いもんで、はい、あれ半年ぐらい前かな、寺西君にハンマーで戦いました。ありましたね。あれから全然治らなくて。ありましたね。まあ、こんな状況で。ハンマー打って、しこまっておいて。これで、今震え取って、もう痙攣が止まらんすわ、これ。完全に。これ参った。これ参った。これ半年前に現場でやられたんですよ、寺西君に。ひどかったね、あれ、ね、ハンマーで。あれ違うですよね、自分でやってましたよね。もう震えが止まらんし。まあだけどね、食ってくためなもの、こうやって、これも。これもう万全だ、これ。どうしてくれるのか知らんけど。なので、これちょっともうやってもらわんと。これ、ちょっと。申し訳ありませんでした。ねえ、時間もないしね、やっぱ早くやっていたいっていうのもあるもんで、うん。すいません、ごめんなさい、忙しい。ちょっと、はい、時間が。続くとは思わなかったもんで。あ、本当ですか。うん。言ったらよ、撮影のこと聞いてないです。あ、マジですか。そうで、僕今日ね、この手だもんでね、病院も行きたかったし、もう本当この痙攣が止まらなくなっちゃった。絶対感知しますよね。いや、感知はしてないですよ、これ。完全、うん、もう病院で止められてるぐらいだもんね。いろいろすいません。そう、いいです、いいです。あ、本当普通に連絡なしで。連絡なしで、今日は。あ、すいません。いや、しなかったでしたっけ。いや、聞いてない。あ、マジですか。うん、まあ、ちょっと体験だけじゃ。まあ、この台形のイメージかな。台形、うん、隙間があるとやっぱ雨溜まったりするんで、はい、なるべくこう雨を流すように。で、これをやってもらいますか。じゃあ、はい。重たい。重い、重いです。てか結構、ね、粘度高いですね。そう、本当に。え、これ弾力あるからね。ちょっといきますね。あ、でもいいよ、もう体勢がすぐにいいから。体勢がすぐにいいですか。うん、いきますね。あ、もうすでにうまい。あ、本当ですか。そうですか。え、やば、めっちゃ全然、あ、だから絶対足らんかったな。いやいや、全然いいよ。くっつかないです、本当に。え、これ少なくない。本当に初めて。あ、ごめんなさい、塗っちゃう。少なくないよ。あ、うまい。やったことあるの。いや、無理です。
やったことある？全然、めっちゃむずいですよ。なんか隙間が少なくないですか？いや、そんなことない。全然いいと思う。全然いいですか？全然いいよ。本当ですか？うん、重たいです、結構。すごい、全然いい。これポロポロ落とすのもいいよ。すごい上手。なんでそんな上手なの？めっちゃ褒められてるじゃん。なんか、そうですね。上手だもんね。いや、本当に。初めてにしては。うん。まあ、手慣れ君も職人だったら多分やれると思うよ。本当ですか？うん。だってリリーちゃんもね、普段こういうことやらんのにこんな綺麗に。頑張ります。じゃあ行きますよ。これこんなもんすか。そうだね。見てなかったさっき。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。これぐらいですよね確か。そう。うん。いい、一回やってみて。あ、了解です。すいません。台形。難しい。それって台形？あ、違うよねそれ。ちょっと正方形になっちゃったんですよ。ねそれ正方形だねそれ。つなぐのが結構難しい。これちょっと悪いけど、はい、ここちょっと少なくない？なんでここ、こんな少なくしたの？それ僕じゃないです。それ僕じゃないです。違うね。うん、ここリリーちゃん塗ったとここの辺すごい綺麗なのに。はい。ね、ああ直します。すいません。ちょっと直してみます。ごめんなさい。本当に。はい。この辺。そこじゃないよね。ここ、ここだって言ったよね。あ、すいません。ごめんなさい。すいません。ね、ちょっと足します。足します。うん、もうテラピョンともね、行ってかんかんもこれ。ね、こっちゃん、はい、テラここちゃんとやるな。あ、すいません。そう。こんな感じですか。こん、だいぶ汚したね、この辺も。はい。それ、僕じゃないし。言い訳するんだ。じゃあ言い訳とかじゃないです。僕じゃないですか。急に撮影に来て、はい、言い訳するんだ。いや、違います。僕、やってないですもん、だって。やってないですもんって。俺やってないよね、今のとこ。そうですね。はい。時間ないで、ちょっと早めに。あ、ここ、こっち半分だけ塗っちゃって。あ、わかりました。ちょっと時間がね、差し迫ってきとるもんで、ごめんなさい。今日は EDM も止まらなくなってくるもんで。あ、すいません。すいません、ちょっとやります。結果をさせられるし。ごめんなさい。撮影のために何かある。あ、すいません。うん。でも俺でも近いっすけどね。知ること多いんだよね。いや、違う。自分で、あの、あれですよ。ね、北野さんに言ってるんですけど。ねこれ穴がダメですよね、これは。ダメだね。そういうとこはちゃんと聞いとったけどね。リリーちゃん、ほんと上手にやったな、あそこ。ひどくないですか、なんかさっきから。ひどくはないけど。僕にひどいっすって、それちょっと。そう？はい。一旦大丈夫、次の現場。もう、あと15分ぐらいでちょっとでかい。そうですね。15分ですか？はい、うん。締めとか取れるっすか、最後。わからんねー。これは、マジですか？そっちの都合だもんね、うん、ちょっと。はい、なんで今日に限って撮影来たか知らんけど、なんか事前にそういう風な話が、ね、でもこっちは聞いてないでね、もう本当にちょっともう早くしてくれる。あ、はい、すいません、うん、すいませんっていうのはね、口だけだよね。リリーちゃんの撮影許可取ったでしょ。そうですね、もうダメなんです、こんかったし。はい、言わなかったですっけ。全然聞いてない、はっきり言って。あ、そうします、うん、すいません。で、いいリリーちゃんを上手に塗ってくれたで、はい、ね、でそういうのも全部確認してくれたのかもね、テラニシ君がね。あ、うん、企画構成とかやっとんだったら、はい、ね、本当に許可取ったとか、はい、直接来たら、ね、代表に電話してもらうとかしてくれると、そんなのね、はい、ちょっと違うと思うよ。いやでも一応話ではその企画話して体験させてもらうっていうのを、うん、今日ですねやれた話になってたんですけど、うん、僕にそうやって言われてもちょっとわかんないですよ、正直。こっちもわからんもんね。もうこんなんからもうはっきり言ってやっとれんし、はい、ね、ぐちゃぐちゃに塗ってくれるし。ね、そうっすか、結構綺麗じゃないですか。全然綺麗じゃないよ。気分が悪いでさ、はい、ちょっとどいてくれる。あ、はい。こうや、フォークだよ。はい。こうやってこうやって。話多いんだもんね。ちゃんと見とったかな。はい、一応見てました。ねえ、見とるだけじゃね、誰でもできるで。リリーちゃんなんかちょっと説明したけど、あんな綺麗にやっとんの、うん、もういい？これで撮影も。いや、もう、ねえ、きつくないですか、僕に。いや、きついもくそもないもんね、だって。こんな、僕にめっちゃきついですね。急に来られて、天気も悪いな。もともとそういう撮影していいで許可で僕来てるんで。もう聞いてないもんね、だって、うん、大体。そんな急に来られたって。多分連絡ミスだったんじゃないかな。いや、言いましたよ。え、だって言ったじゃん、何度も。え、何度も言っとったじゃん。多分どっちかが嘘言っとんなって、絶対。いや、僕じゃないですよ。かなぁ。いや、私も伝えましたよ、本当に。聞いてないですか、本当。本当は中目が嘘言っとる。いや、どういうことですか。いや、マジで言いましたよ。北野さんに言いましたよ。いや、
聞いてないですよ。まあやっとれんね。もうちょっと下降りて話しよう。あ、はい。こんな風にしちゃう。すいません。誰が吹いてるか知らないけど、この3人。はい。全然いいっすよ。結局でも撮影なんて来ると言ってなかったし。いや、言ってましたよ。仕事ももう遅れそうです。いや、言っとったよね、普通に。そうですね。あの、北野さんに LINE で伝えたと思う。一回北野君もちょっと LINE 見て。こんなんこれから続くやつ、なんでか。何もあんまりいないんだよね、僕。でも確実に僕行って、それで連絡受けてきてるんで。でもそれはもう連絡ミスかもしれないですけど、でもなんかその撮影しとってもなんか最初撮るっていう風に言って、めちゃくちゃなんか思ってたんですよ。あー、LINE では来てたけど、ごめん、見てなかった。来てますよね、来てますよね。でも来とるけど、いち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 うるさいんだって。だって俺ら知らんもん。だって僕が普通に雇っても聞いてないもんだって。ちゃんと電話とかで言ってもらったもんな。連絡、電話したの？電話、昨日はなんか確認みたいな感じで明日行きますねみたいな感じで LINE でして、そのちょっと前に電話、お電話で言ったと思うんですけど、何日前まではっきり覚えてないですけど。大体そんなあやふやではおかしいんだって。大体って何ですか、そんなもん俺に言われて怒っとる方がおかしい。そうじゃないですか、だって普通にリリーちゃんだけなんか褒めて。だって怒り的なんですか。いや、だって事前に連絡取ったじゃないですか。で、入りも取ったじゃないですか。だけどここ俺が頭で俺がやっとるやつなんで、俺の耳に入っていけないもんだよ。こっちにもし入っとったとしても、俺に伝わったらなんか意味ない。で、大体、笑っとるのがおかしいんだって。はい。それで本気で喋って怒っとるの。いや、普通に最初撮影したじゃないですか。最初入り取って、普通に撮って。撮影もくるもんないし、もうこんなもんもん見て。そっち来いと思って。一回話しようがよ、もう。わかりました。全然いいって。もういいって止めて。止めて行っても。もういいって。マジいいって。もういいって、いいって。私、今日似合うかな。僕がちょっと LINE とか見てなかったので。ああ。まあやっぱお互い職人同士だからね。ああ。いつですか？行きたいっすね。まあちょっと今日は時間がなかったので、はいはい、ちょっとね、僕も撮影来る時期取ればもうちょっと予定段取りしてたんだけど、はいはい、ちょっと今日は急に来るって分かったもんだから、はい、ちょっと次の予定もあったので、はい、うん、ごめんなさい。僕はちょっと嫌なのです。ああ、まあ大丈夫です。なんか、はい。さあ、まず何するんですか？いい加減しろよ、ほんとに。こっちじゃないですか、ちょっと大丈夫。いい加減にしろって。マジ痛いっすって。ほんとに。ほんといい加減にして。全然手の本当にもう、本当にいい加減にして。リリーちゃんちゃんと撮影か、ちゃんと撮った本当に。撮った？こんなんなっちゃったから。一緒に全車やる？電車ごっこ。本当にもう入りゃ入りゃもう。待ってよこっち。はい、電車ごっこ。はい、はい、じゃあ出発進行。出発出発出発。はい、久保です。久保です。はい、今日なんですけど、あの前社長に。社長とグルになってリリーちゃんが僕をなんかブチ入れたドッキリみたいな。ああ、よくやってますね。見ましたよ。あれでやり返ししたいんです僕。あ、じゃあやりましょうやりましょう。でリリーちゃん来てから僕にもイチャモンつけてもらって、うん、ちょっとあの小娘どん底に落とさんすか。落としました、あの小娘を。はい、小娘を。でもちなみにファンなんですもんね。ファンだけど、いやもう小娘です。完全にあの小娘はめたりましょう。はめたるじゃなくてちょっと別の意味になっちゃうんで。ああ、そうですね。ちょっと下ネタ。いいですか。はい、やりましょう。ありがとうございます。楽しみですね。嬉しいですね。許可が。続きどうぞ。びっくりしました。いや、なんですか今の喧嘩は。いや、喧嘩っすよマジ。喧嘩だよマジ。見てみよう、これもうやったったよ。俺もやったった。うん、やったった。もうこれもやられてる。やったったよ。どうしてくれるの。いや、ちょ普通にカメラ回ってる。怪我しとるから本当に。まあドッキリ大成功ですね。大成功。あ、これはドッキリでした。ビビった。いや、ビビりました。なんかガチでヤバくねとか思って怖っと思って。俺もガチャンガチャンってなってるからヤバと思って。完全にリリちゃんのが塗るのは下手くそだったしね。でもそうですよ、なんでこんなディスられてんやろうとか。そうでしょう。むっちゃ言われたもんね。うまいなと思って。デザルシスの方が上手だったね。そうそう、上手だった。で、まだちょっと僕笑いそうだったんですよ。そしたらカメラ多分あること知ってて、
買って隠してくれたんですよ、体で。そう。こっちに文字入っとったとしても、俺に伝わったらなんか意味ない。で、大体、笑っとるのがおかしい。ほんと本気で喋って怒っとる。締めだけいいですか、真ん中で。あ、はい。はい。いや、なんか、びっくりしましたね。いや、なんか今まで自分、なんか社長と喧嘩してみたで、めっちゃ落としてたじゃないですか。そうそうそう。ちょっとやられたら、いや、思った以上になんかヒヤヒヤするっていうか、やばくねみたいな。俺も本当に殴られんかと思って、本当にヒヤヒヤしてる。本当殴られんからの。仕掛けてる方もですか？え、でも、うまいですね、本当に。めっちゃうまいです。またなんか、はい、怖さと優しさのなんかいい感じで、あったよ。あ、まあでも本当に2人とも上手に体験してくれて、助かりました。ありがとうございました。今日は体験動画とドッキリも撮るんだね。全然、本当にドッキリ。マジでびっくりしました。キャラ抜けました、マジで。はい、じゃあすいません。じゃあチャンネル登録といいね、お願いします。お願いします。で、北野さんぜひ検索してください。北野河原店さん YouTube に上がってるんで。はい、真面目にやってますんで。真面目になっちゃう。真面目になっちゃう。はい、じゃあまた見てね。ありがとうございます。完璧だ、完璧だ。